や、この前の食事の時は母さんにバレるかと思ってヒヤヒヤしましたよ。ブルマさんはやけに勘が鋭いところがあるからな。あまり毎日遅くまで修行してたらそのうちバレるだろうな。どうしよう。ブルマさんに心配かけないためにも休みを入れた方がいいな。たまに休む日を作った方が体作りにはいいし。そうですね、わかりました。ご飯しっかりしてる。まあ、俺は母さんたちに心配かけちゃってるから君に偉そうなことは言えないんだけどね。父さんと牛魔王さんたちに心配を。そういえば最近父さんたちはどうしてますか。実は人造人間たちと一人で戦うようになった頃から俺は家に帰ってないからよく知らないんだ。そうなんですか。野宿してるのかい。人造人間との戦いでボロボロになった俺を見るたび母さんはいつも大騒ぎしてたからね。俺が戦う必要なんかないって。でも人造人間に殺されたみんなの敵を取るため、そして平和を取り戻すためには俺が戦いをやめるわけにはいかない。ご飯さん、でも本音を言うと母さんたちが今どうしているかは気になるよ。母さんの心配性が映ったのかな。変なこと話しちゃったな。今日の修行はこれくらいにしておこうか。はい、それじゃあまた。ご飯さんの代わりに僕が父さんたちの様子を見てこよう。トレーニングルーム上からやっていってます。今回セルだね、75か。お、いや、レベル差があるけどもダメージしっかり受けるぞ。マジで。そうか、無理か。ちょっと待って、フィニッシュバスターで行きたい。あ、でもこっちのダメージはもうほんともろに入るよ。あ、わわわわわわわ、懐かしい攻撃してくれてるな。うわー、セル、それ懐かしいよ。おわ、どんな攻撃するの。元気玉。あ、違う違う、デストロイフューチャーっていう名前の技だった。元気玉じゃん、そんなの。へえ。おお、結構誘導するね。回ってくるやつ、ま、曲がってくるやつか。おお、魔漢語殺法スラッシュラウンキー。セル面白い、こいつ